この物語は親が書いたシナリオに疑問を持たずに歩み、自身の子育ても起業した子育て事業も全くうまくいかなかった私が、とあることに気づき大人も子供も幸せに導くことができるようになっていった嘘のような本当のお話です。子育てや親子関係で悩んでいる方、自分らしい生き方がわからない方、子供たちの未来のために貢献したい方、そんな方には最後まで見ていただきたい動画です。私は1975年5月22日岡山県岡山市に生まれた。父、母、姉、私、弟の5人家族。父は元小学校の教員。世間体が一番大切であり、自分の言う通りにすれば間違いないと考える亭主関白。母は父の言うことに従い、家族全員いつも父の機嫌を伺い生活していた。足に障害がある弟が生まれてからは、常に両親に心配をかけてはいけない。常にいい子であることを心がけて生きるようになった。私は本来男の子と一緒に田んぼを走り回って川を飛び越えたり、家で禁止されていたチョコレートを秘密で食べたり、ダメと言われていたことをやりたがる好奇心とチャレンジ精神が旺盛な子だったが、両親に心配はかけられないという思いが強く、父と母の顔色をいつも伺っていた。小学校の時は勉強もスポーツもできる優等生でリーダー的存在。特に水泳が得意だったが、6年生の最後の大会前に背中におできができて練習できず、不本意な成績に。長年頑張っても最後は報われないネガティブな思いとして心に刻まれた。中学生の時、アトピーで悩んだ。顔を見られたくなく、人と目を合わせるのが苦手だった。体質改善のために給食ではなく、お弁当を持参。注目されたい気持ちはあったが、アトピーがコンプレックスとなり積極性が失われ、友達とも関わりたくなかった。高校は普通科の進学校へ。優秀な同級生が多く、自分がリーダーである必要がないと思い、ますます積極性をなくしていく。その影響が勉強にも現れ、成績は下降。父を喜ばせたい思いから、父と同じ教育者の道を目指したが、第一志望の大学に不合格となったため諦め、家政学科へ進学。大学は親元を離れて神戸へ。父の顔色を伺う必要がなく、何でも自分で選択できる喜びを感じた。駐車場でアルバイトをし、その仲間たちと食事をしたりクラブへ行ったり、毎日が開放的で楽しかった。19歳の時、阪神・淡路大震災を経験。余震の続く真っ暗な中で、知らない人と身を寄せ合って夜明けを待ち、両親の迎えで岡山に帰った。これまでずっと両親に心配をかけないように生きてきた私が、初めて心から両親を頼った体験だった。大学卒業後、岡山に帰り、親の勧めで信用金庫へ就職。勤めて約3年で突然破綻し、他の信用金庫と合併した。やり方がガラリと変わり、システムも合併前の方が進んでいたので、自分ではどうしようもない状況に不平不満が募った。信用金庫を退職し、商工会議所の事務局に就職。目標に向かって突き進む経営者たちから多くを伝えた。その後、人材派遣会社へ転職。仕事に没頭し、勤務内容を高く評価され、社内表彰された。34歳の時、長年反対されていた父からようやく許しが出て結婚。父が反対していた理由は、主人に2人の息子がいたことで、初婚の私は結婚と同時に母親になったが、会社経営の主人といよいよ理想の家庭が作れると思い、未来への希望に胸を膨らませた。ところが、結婚4ヶ月後に夫の実家の会社が倒産。もともと反対されていた結婚だったため、父への協力を遠慮し、夫婦で乗り切るしかなかった。娘の出産を機に人材派遣会社を退職。出産後、子育てを楽しむママを増やすために、キラキラという子育て事業を起業した。その1年後、切迫早産で 1640g しかない息子を出産。強い罪悪感に苛まれた。さらに娘がある時から気持ちを全く言えなくなってしまった。父と同じように厳しい子育てをした結果だった。私自身も苦しい経験をしたのに、なぜ娘に同じことをしてしまったのだろう。私は強く自分を責めた。一方、キラキラでも幸せな子育てではなく、不安に悩むママばかりが目についた。でもどうしたらいいのかわからない。
自分自身も苦しくなって楽しむ余裕がなくなり、全く未来が見えなくなった。ある時、息子がお姉ちゃんに早く会いたくて、早く生まれてきたと体内記憶を教えてくれた。子供はみんな自分の人生決めてきてるんだという究極の命の本質を教えてもらい、罪悪感から解放された。その後、体内記憶教育の第一人者の先生に出会った。体内記憶教育は、赤ちゃんや子供たちと一緒に作る大人も子供も幸せになれる教育メソッド。学んでみると子育ての概念とともに、私自身の生きることへの考え方が大きく変わっていった。大事なのは、親からの期待に応えることを優先するのではなく、自分に正直になり、自分がどうしたいのかを知って行動に移していくこと。それが腑に落ちると、人生は自分が選択してきたことが分かり、起こることを素直に受け入れ、日常の幸せを感じられるようになっていった。子育てに活かせるコミュニケーションのアイデアが次々と出てきて、子供との関わり方も変わり、娘の笑顔も増え、毎日が楽しくなっていった。キラキラに取り入れていくと、ママたちも笑顔に。体内記憶教育の講師の資格を取得し、誘導催眠を使ったセラピーを学び、カウンセリングも始めた。私は体内記憶教育を日常に生かして笑顔の親子をもっと増やしたいと思い、アカデミーを構築。大人も子供も幸せを感じながら安心して過ごせる日常を創造していくという理念のもと、自分主体の幸せな人生の選択ができる人を増やしている。体内記憶教育とセラピーを組み合わせて活動していくことで、さまざまな人と知り合い、次々とご縁が発展していった。全国紙への掲載やビジネスアワードの受賞など、さらに活動が広がり続けている。ここでお客様の声をご紹介。30代女性の大橋さん。受講して一番良かったのは、両親、姉妹、娘、そして自分の命に対して今まで以上の愛しい気持ちが生まれたこと。過去の出来事や困難もハッピーな目線で見られるようになりました。子育てにも安心感が湧き、体内記憶の考え方はいろいろな人に知ってもらいたいと思います。50代女性の井上さん。自分の中にある遠慮や恐れに気づくことができました。もやもやしていた感覚を放置していたのですが、自分の深いところとつながることでその正体が分かり、今後の進む方向性や望む未来が見えました。いろいろなことが納得でき、私自身の行動がますます加速しています。人は人生の歩み方を決めて生まれてくるが、運命は自分でどのようにでも変えられる。そして自分の未来を知っているのも自分。経験した過去のことは未来の幸せに 100% つながっていくので、過去を肯定しながら未来をイメージすると生きていくことが楽しくなる。自分の決めてきた人生は素晴らしく、常に幸せになりたいと願いながら日々選択を繰り返している。私は一人一人の存在の素晴らしさを伝え、幸せになる力を引き出していきたい。ここまでご視聴いただいた方に、一瞬であなたのモヤモヤが希望に変わる魔法の言葉、動画を無料でプレゼントしています。ぜひ以下のリンクから申請してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。